いよいよ最後の時の裂け目の修正ね。気のせいか、修正が進むたびにややこしい歴史に飛んどる気がする。次に行く歴史がどこなのか、何が起きるのか、よく気をつけて観察するんじゃぞ。俺たちはコントントの守りに当たるので協力できませんが、頑張ってくださいね。フィウのことだけど、あの子にはいろいろ聞きたいことがあるわ。できれば捕まえるか、動きを止められないか試してみて。あ、もちろん時の裂け目の解決が最優先よ。フィウのことはその後でいいわ。それじゃ、行ってらっしゃい。罪と呼ぶなら呼ぶがいい。ブラック、貴様は、貴様は俺がやる。ザマスたちと戦った時の歴史か。悟空もベジータも倒れて、トランクス一人で食い止めている状況のようじゃが。ちょっと待って、ザマスとロゼの他にもう一人いるわ。あれはジレン、第11宇宙最強の戦士じゃ。なんでこんなところに。決まってるでしょ、ダーブラが洗脳して送り込んだのよ。ジレンの強さはもう次元が違うんじゃ。あやつが敵というのはまずいぞ。まあまあ、そんなに慌てないで。フュー、かわいそうなトランクス、彼にも味方を呼んであげなくちゃ。そう、勇敢で頼もしい味方をね。あなたはトランクス、たくましく成長したな。あの時の恩を返す時が来た。俺も一緒に戦わせてくれ。見たことのないやつじゃな。トランクスと知り合いのようじゃが。別の歴史のトランクスと交流があったのよ。タビオンもジレンもこの歴史にはおらんかった存在。二人を倒して歴史を修正するんじゃ。もしくはフィウの歴史改変を手伝って。そう、歴史を修正するのね。じゃあ、俺の邪魔をするつもりか。まとめて消してやる。おめえが相手か。こりゃ張り切っていかねえとな。トランクスの仲間でも奴らの仲間でもない。お前はただ戦いたいだけなんだ。わしもわしらで世界の平和のために戦ったのじゃよ。説明しても無駄よ。ぶん殴って分かってもらうしかないわ。ガキは大丈夫。やばWe'll be right back.
というのに。もう少し待ってろ、トランクス。悟空さん、来てくれたんですね。先ほど来ていた人たちも父さんの仲間ですか？何の話だ？え？冬がいねえ。どっかに行っちまったみてえだな。ま、いっか。歴史も元に戻せたし、と。なかなかやるな。驚いたぞ。ほら、いつもなら時の海王神様たちが、なんか様子が変だぞ。気になんな。コントントの方行ってみっか。石になってる。これ一体どうなってんだ。国蔵庫に向かった方がいいな。ここで何があったんか調べねえと。
ほう、時の裂け目から戻ってきたのか。だが、もう手遅れだ。時の海王神は間もなく死ぬ。そうすればこの時の巣も消滅する。この世界の歴史もろともな。すべてを救いたいならついてこい。罠かもしんねえけど、オラとおめえなら大丈夫だろ。とにかくぶっ倒せばいいんだからな。この火球は私が死なない限り消えることはない。せいぜい苦しむがいい。トアの仇であるお前だけは私の手で殺してやりたかった。決着を急がねばならんぞ。時の海王神ごとお前たちが消え去る前に私を倒さねばならんのだからな。私も別の歴史から助っ人を用意させてもらった。世界の危機だかなんだか知らんが、俺にはそんなことは関係ない。俺の目的はカカロット貴様をこの手で倒すことだけだ。ガーブラの野郎に貴様を倒されるくらいなら俺の手で貴様を倒してやる。別にいたじゃねえか。やだ、おめえも別の歴史からこっち来たのか。そうだ、貴様との決着をつけた。おめえ、今の知ってるベジータにほんとそっくりだな。その歴史ならもうちょっと違う形かと思ったんだけど、そんな態度までやらんなに似てると思ったから。貴様、人を出したと思ってやがる。少しくらい歴史が違ったところで俺や貴様がサイヤ人の戦士であることに変わりはないんだぞ。なんか神だな。でもよ、おめえこんなとこ来ねえで、こっちの歴史のオラと戦えばいいんだ。なんでわざわざこっち来てオラの邪魔すんだ。気持ち悪いやつだな。張り上がれ。ただろ、俺の目的は貴様と決着をつけることだとな。こうして再び貴様と戦えるチャンスが来たんだ。本気でかかってこい、カカロット。ジータ、よし、よかった。いっちょやっかい。この代わりオラだって手加減はしねえかんな。悪いけど、オラ、ベジータと決着つけなきゃなんなくなって。おめえの実力ならダーブラなんかにあるっちゅうわけねえ。オラとおめえでこの世界を早く元に戻ってまた戦争をしようなぁ。私の力は以前とは比べ物にならん。これまで様々な歴史を体験して集めただ。
ようだ。かかると、俺は今日こそ貴様をこの手で倒す。ラムラもベジータも本気見てやがった。こういう時はおめえがパートナーで心強いや。オラの背中君に預けたぞ。ちまうなんて、おめえらしくねえだろ、ベジータ。そんなことのためにこの道に来たんか。言ってくれるぜ、このベジータ様を。やめるなよ。ベジータの野郎、そっちや。とんでもねえ修行してたんだな。おい、カカロット、そろそろ本気を出したらどうだ。俺に遠慮はいらん。全力で来やがれ。最初から本気のつもりだったけどな。じゃもう一頑張りするとしか。あんの、だが、だが切り札を残しておいて正解だったな。実力はオラが一番よく知ってる。なかなかやるな。まさか私の力を超えるとはな。苦戦してるみたいだね。来るのが遅いぞ、フュー。こいつが何者なのか知りたかろう。教えてやるぞ。フューはトワとミラの細胞から作り上げられた突然変異の実験体。つまりこいつは我が一族、私の後継者というわけだ。私がなぜ歴史改変をしてきたか分かったか？こいつにエネルギーを吸収させるためだ。フューよ、集めたエネルギーでこいつらを消し飛ばせ、そして暗黒魔界の復活を果たすのだ。やだよ。何？せっかく集めたエネルギーをそんなことのために使うなんてもったいないよ。このエネルギーでどんなことができるか、もっと研究と実験を重ねなくちゃ。こいつはトワの仇だぞ。おじさんには悪いけどさ、仇討ちとか暗黒魔界とか興味ないんだよね。僕は僕のやりたいようにやらせてもらうよ。この、か
この大バカ者が！あっちゃー、やっちゃった。でも、仕掛けてきたおじさんが悪いんだからね。まあ、そういうことなんだ。僕はみんなみたいなバトルマニアじゃないの。それよりはエネルギーで実験したり、君みたいな面白そうなやつを研究してたいんだ。実際僕としてはエネルギーが手に入りさえすれば歴史がどう変わろうが全然いいんだけど。でもあんまり希望のない歴史って悲しくない？君たちだってたくさん見てきたんでしょ？そんなのはもっといい歴史に変えちゃえばいいんだよ。どうせならみんなハッピーな方がいいじゃない。もし歴史改変で宇宙全体が大変なことになるなら、そうならないように集めたエネルギーを使うとかさ、何なりと方法がありそうな気がするんだよね。そうだな、君もし興味があるなら言ってよ。ちょっと研究してみるからさ。